そう、自分からちょっと声かけて友達と名刺に行ったりとかして、体操楽しかったと。地区のおばさんがねめっちゃおすすめしてたあのイカセンターっていうとこ、地区のおばさんとヒラ君誘ってイカ食うてうまいうまい言うて、で皆既月食やったっけ見てええー、なー言うて、そして三人称にも声かけさせてもろて、肉食いに行ってうまいなうまいな言うて、焼肉うまかったですよ。なんかね、網がかっこよかったわなんか強そうでしたよ。気軽にこの網交換してくださいって言いづらいぐらいなんかかっこよかった網が。でエプロンつけてね、紙エプロンつけてさ、一瞬で鉄塔さんがもうめっちゃ汚しててね紙エプロンなんかすっごい大きい汚れいきなりついててビチャーって、最後まで全員それを抜くことできへんかったもう独走状態やった。もう最初っから先行逃げ切りで、うん、だからもう言われたもん、みんな下手やなって下手だなみんなって紙エプロンはその汚されるということによってその存在意義をね示してるわけやから、紙エプロンを汚せてないというのは要するに食べるのが下手っていうことだということでね、そういう点で言うとペイさんが一番下手やったわ。うん、全然汚れてなかったもんちなみにそのイカセンターはヒラ君におごってもらったし、焼肉は三人称におごってもらいました俺は東京に飯をおごってもらいに行っている。ヒラ君、地区のおばさん、三人称と声かけて、でもう一日滞在するんやったんやけど、この日の予定がちょっとどうしても埋まらんでさ、あーやばい何にもないどうしようって言うて、もう全てに絶望してあのインスタライブやってたら、インスタライブのコメント欄に湯気さんが現れて、明日飯行きましょうかって、湯気さんってなって、その日はもうゆげさんと焼き肉行ってどんだけ肉行くねん、いっぱいお肉焼いてもろって、でまあまああの前日前々日にそのおごってもらいパワーを貯めといたから、その日だけは俺出させてもろって、一応その全おごられの男ではないようにしとこうと思って、いやーでも湯気さんわざわざ俺の泊まってるホテルの地域の方まで来てくれてさ、男やでほんまみんな。でまあここまではその SNS で言うてたんですけど、実はその間にもう一軒お友達と飯行ってまして、それは急にね声かけてもらったんですけど、誰やと思う？みんな誰と俺飯行ってたと思う？美女？あ半分正解っすね。あの藤君夫妻と飯行けまして、藤君がなんか「よしちゃん今東京なの？」って、ちょっと今その奥さんとなんかご飯行ってもう一軒ちょっとどっか行きたいな言う
タイミングで、そういえばトシちゃん来てるっていうことやからっつって声かけてくれて、何食いに行ったと思う？まあ肉なんですよ。どんだけ肉食うねん。ムシ君と何年ぶりやろ、めちゃくちゃ久しぶりに会ったし、久しぶりに顔合わせてお話をして、いやなんか楽しかった、ほんまに嬉しかったし、そう奥さんもご紹介してくれたんです。あのね、美女でしたよ。そのさ、最初もう俺が泊まってるホテルまで来てくれると二人で、で待っとくわ言うて、でなんか着いたよみたいな連絡が来たから、俺もそのホテルバーッと出てエレベーターでロビーまで降りて、でホテルの入り口出たとこにでもおるんかなと思ったから、そのバーって出よったわけですよ、そのロビーエントランスを出よったら、なんかもうフロントのとこでなんかもう俺の方を見てハッてしてる、なんか視界の端っこやからよくわからんけど綺麗な人っぽい人が明らかに俺の方を見ているみたいな。でもこれわからへんやん、俺はそれが誰かわからへんからさ、もしかしたらこうたまたま俺に気がついた俺のことを知ってる人なのかわからんから、もうその無視して建物バーン出て、であれ藤君どこやろ言って見回して、おれへん、あれどこやと思って、でまたその外からね、そのホテルのフロントの方見えるからさ、ホテルの中の方をチラッて見たら、さっきのその美女がもう明らかにこっち見てなんか動いてるんですよ。なんか動いてるんですよ。え、もう何あれ、美女やけど何あれ、怖いってなって俺から声かけに行くのはもうおかしいやん。でなんかこっち見てなんか空中になんか文字書き始めて、え、もう怖い怖い、美女 やろうけど怖い、何やあれ、何やあれ、って思ってたらフロントの奥の方から藤君が出てきてね、ホテル そのトイレを借りてたらしくて、やっぱその美女は奥さんやったんですよ。その空中に年相って書いてたらしいね。いや分からへん、分からへん、分からへん。まあ奥さんとしてはそのね、藤君がトイレ行ってる間にその年相が来たもんやから、どうしようどうしようってなったみたいね。まあそういうとこもなんか可愛らしいエピソードでしょ。これね、これ話の順番としては、藤君夫妻と飯に行ったという話をする前にこの話をするべきやったっていうのをこう途中で気がついたんやけど。いや、ほっこりしたね。